タウンオブ・ケンブリッジは、西オーストラリア州の州都パースの中心部西側のサバーブで構成される地方公共団体。パースの中心業務地区から約5キロメートル西に位置し、インド洋に面するシテビーチにまで及んでいる。街の面積は22.0平方キロメートル、人口は24,965人。1994年の西オーストラリア州政府による再編が、 行われるまではシティオブパースの一部だった。歴史的には、本地区は1901年にノースパース市の一部として公示されたが、自治体として存続不能になったため、1915年にシティオブパースに吸収された。1993年に西オーストラリア州政府はシティオブパースを分割し、3つの新たな LGA を作り、 シティオブパースを縮小させることを決定した。新しい LGA はタウン・オブ・ヴィンセント、タウン・オブ・ケンブリッジ、タウン・オブ・ビクトリア・パークである。ケンブリッジには多くの公園や保護区がある。モンガー湖、ペリー湖の2つの主要な保護区に加え、シティビジ、フロリート・ビーチとそれぞれの公園や近くの砂丘を含む4 8トルの海岸線がある。 町は二つの区に分けられ、それぞれの区から四人の議員を選出する。ありがとうございます。